ジョナサン・エルリック、ジョナサン・ダリオ・エルリック、ヘブライ語、ヨナタン・ダリオ・エリック、1977年4月5日イは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のイスラエルの男子、プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとしてよく知られ、2008年、全豪オープン男子ダブルスで、同じイスラエルのアンディラムとペアを組んで優勝した。彼は、普段からシングルスにはほとんど出場せず、 ダブルスのみに活動を絞っている。ATP ツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで2008年全豪オープンを含む18勝を挙げている。ATP 自己最高ランキングはシングルス292位、ダブルス5位。身長180センチメートル、体重78キログラム、右利き。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで、 アルゼンチン系ユダヤ人の両親の長男として生まれたエルリックは1歳の時にイスラエルのハイファに移住し、後にイスラエルに帰化。3歳からテニスを始め、7歳で初めてのトーナメントに出場した。少年時代はテニスと並んでサッカーもプレイしていたが、12歳の時に職業としてテニスを選択した。ジュニア時代は ITF ジュニアサーキットへの出場はあまりなかったが、 唯一のグランドスラムジュニア参加大会となった1994年ウィンブルドン選手権男子ジュニアダブルスでベスト8の成績を残し入る。1996年にプロ入り。2000年から男子テニス国別対抗戦デビスカップイスラエル代表選手になり、2001年後半からダブルスでアンディラムとペアを組み始めた。2003年からエルリックとラムのペアは、 男子ツアーのダブルスで成績を伸ばし始め、2003年ウィンブルドン選手権、男子ダブルスで、ヨナスビオルクマン、トットウッドブリッジ組との準決勝にんだ。二人は2004年アテネゴリン男子ダブルスにも、第8シードで出場し、ドイツのニコラス・キーファー、ライナー・シュットラー組との準々決勝まで進出した。2005年全米オープン男子ンダブルスでベスト8、進出。 2006年、エルリックは、ラムとのダブルスで、年間4勝を挙げ、世界ランキング上位8組のみに出場資格が与えられる ATP ツアー年間最終戦テニス、マスターズカップのダブルスにも初出場を果たす。2007年8月、エルリックは、ラムと共に、ユダヤ人スポーツ財団を設立した。9月20日から23日にデビスカップ2007、ワールドグループ、 プレーオフが行われ、イスラエルはチリを3勝2敗で破り、世界最上位16カ国からなるワールドグループ昇格を決めた。デビスカップでは、イスラエルはヨーロッパアフリカゾーンに振り分けられ、ワールドグループでのプレーは1994年以来となる。2008年全豪オープン男子ダブルスで、エルリックトラムは第8シードから初の決勝戦に勝ち上がり、アルノークレマン、 ミカエル・ロドラグミを7から5、7から6のストレートで破って初優勝した。デビスカップ2008ワールドグループ1回戦で、イスラエルはスウェーデンと対戦した。エルリック・トラムは第3試合のダブルス戦に順当に勝ったが、2勝2敗で、迎えた最終第5試合のシングルス戦で、スラエルのハレル・レビがスウェーデンのヨナス・ビオルクマンに敗れたため、イスラエルはスウェーデンに2勝3敗で敗れた。 9月のワールドグループ。プレイオフではペルーに4勝1敗で勝ち、ワールドグループ残留を決めた。また、ラムとは、北京五輪でもダブルスでペアを組み、第3シードのイスラエル代表として2大会、連続出場を果たしたが、1回戦で、アルノークレマン、ミカエルロド組に4から6、4から6のストレートで敗れた。9月には右肘を痛めためツアーを離脱し、手術を行った。 2009年4月第4週の ATP チャレンジャーツアーのエーゲテニスカップで復帰。デビスカップ2009準々決勝ロシア戦では、ラムとのダブルスで、イゴーリクニツィン、マラトサフィン組に勝利し、イスラエルの準決勝進出に貢献した。同年9月には、ダブルスランキングが、ツアー離脱前の6位体から278位まで落ちることもあったが、アルノー・クレマンと組 ノーシードで出場した2010年全豪オープン、男子ダブルスで、ネナド・ジモニッチ、ダニエル・ネスター組との準々決勝まで進出する、好成績を収め、この活躍もあり、翌2月15日付の ATP ダブルスランクで、トップ100復帰を果たしている。2012年ロンドン五輪で3度目のオリンピックに出場した。2回戦では、前回金メダルを獲得した、スイスのロジャー・フェデラー。 スタニスラスはウリンカ組に1から6、7から6、6から3で勝利し、ベスト8に進出した。準々決勝では、ブライアン兄弟に6から7、6から7で敗れた。9月のデビスカップ2012ワールドグループプレイオフでは、日本と対戦しイスラエルは3勝2敗勝利し3年ぶりのワールドグループ復帰を果たした。エルリックは、普段からシングルスにはほとんど出場せず、 4大大会の男子シングルスには予選も含め一度も出場記録がない。2010年2月時点での最後の ATP、ツアーシングルス出場は2007年10月のリングランプリ予選1回戦で、ヤロスラフ・レビンスキーに6から4、3から6、6から7のフルセットで敗れた試合が最後となっている。またツアーシングルス通算成績の点で見ても、わずか6勝6敗に止まっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。